この球根をいろいろ買いました。これから植えようかなと思います。ベランダで球根うまく育つかわからないんですが、凍らせないようにしてくださいっていうふうに言われたので、それを頑張ってみようと思います。ね、いろいろ買いました。ちなみにこれがなんか詰め放題、500円で詰め放題っていうやつで、チューリップなんだけど結構いい球根、14個詰められましたけど、そこのお店に書いてあった最高記録が33個、この倍以上、どうやって、多分すごいうず高くね、もう蓋とかじゃなくてなんか小さめの植木鉢みたいなのに詰め放題だったんだけど、はみ出してもこぼれなきゃいいんだと思うんだよね。すっごい山にしてレジに持っていったんだと思うっていうね、そんな感じです。さあ春にちゃんと芽が出るでしょうか。植えます。球根を植えました。10月の7日、こんな感じですね。ラベンダーとローズマリーも畑から引き上げてきています。バラこんな感じね。これね、ほんとこの子がねどうなるかって感じですね。で、あとこの長いプランターにイチゴを植え替えようかなと思っています。またもう少し本格的な冬が始まったら、なんか凍らないようにまた対策をしようと思っています。今日は12月の7日の水曜日です。ですね、ベランダガーデンを越冬準備をしてみようと思って、とりあえずバラは昨年と同じように不織布を巻いて、上からこのこれかけて中にプチプチ入れてですね、蓋をきっちり閉めてみました。で、ちょっとすごい物置みたいになって、ここにですね球根とか鉢に植えたものをいくつか5つぐらいしまいました。で、実験じゃないけど入れられないのもあるので、この入れられなかったやつをこのまま外で越冬してみようと思います。いちごと、ちょっとこれもなんかこんな感じで土がいらないプランターの土をここに、これもね、これはもうなんか普通に寒さで枯れてる気がするな。いちごはこんな感じ。ただこれなんか花が咲き始めてる。嘘でしょ、そんなに、こんなに寒いのに。もうね、雪がね一回積もって寝雪になるかなっていう感じの雰囲気です。ただバラもね、もう布かけちゃったからあれなんだけど、やっぱこの1年こっちの寒さに馴染んだのか、葉っぱが全部落葉してなくてっていうね。去年は多分寒くて葉っぱもないし、ちょっとその引っ越しのためにさ枝を結構落としてたっていうのもあって、もうツンツルテンだったんだけど、今年は結構まだ葉っぱ残ってて、と思って、一回雪降るぐらい寒さに当てたっていうことで、包んでみました。一応もうこの
バラは春までこの状態。ちょっと途中一回水やりどうするか考えたいけど、まあこの状態で。球根は去年ちょっと開けるの遅かった気がするから、一回途中で様子を見ようかな、あんまり寒くなさそうな日に、うん、っていう感じです。はい、ではまた途中経過の動画を撮りたいと思います。